エジプト第27王朝は、エジプトにおける最初のアケメネス朝の王朝。これは事実上アケメネス朝の属州であり、第1次ペルシア支配時代とも呼ばれる。第27王朝は、アケメネス朝の王カンビュセス2世がエジプトを征服し、エジプトの王として即位したことによって成立し、アミルタイオスの反乱によって終焉を迎えた。 エジプト第26王朝最後の王プサメティコス3世は、紀元前525年5月、ナイル川東岸のペルシウムの戦いで、カンビューセス2世に敗れた。プサメティコス3世は、メンフィスに逃れたが、捕らえられ、スサで処刑された。カンビューセス2世はその年の夏までには正式なエジプトの王として即位し、初めて、アケムネス朝によるエジプト統治が始まった。 これを一般にエジプト第27王朝と呼ぶ。エジプトはキプロス、フェニキアと共にアケメネス朝の第6州を形成しアリュアンデスがサトラップに任命された。総督の館はメンフィスに置かれた。カンビュセス2世の地勢においてエジプトの伝統的な神殿軍の財源がかなり減少していることが確認できる。デモティック隊でパピルスに書かれた一辺の法律は メンフィス、ヘリオポリス、ベンケムを除くすべてのエジプトの神殿の資産制限を命じている。カンビュセス2世は、紀元前522年頃、エジプトを離れたが、ペルシアへの帰途に没した。カンビュセス2世の地位は、弟のバルディアに継承された。だが、ベヒストゥンヒ文第一覧11から15において、バルディアは、実際には戦勝者が生またであり、 偽物であるとダレオス一世は主張している。彼は、この戦勝に気づき、バルディアを打倒して正当な王位を回復したとしている。翌朝ダレオス一世は、ペルシア王、そしてエジプトのファラオとして即位した。ペルシアの新たな王となったダレオス一世は、全帝国で続発した反乱の鎮圧に、多くの時間を費やした。紀元前二十二年後半。 もしくは、紀元前521年前半、エジプト人の諸侯が反乱を起こし、自身が、エジプトのオーペティバステト三世であることを宣言した。この反乱の主たる原因は不明である。しかし、古代ギリシアの軍事史家ポリアイヌスは、総督アリアンデスによる過酷な課税のためであると述べている。ポリアイヌスはさらに、ダレーオス一世がエジプトに申請を行い、 生牛アピスの死に伴う墓中に到着したと書いている。ダレーオス一世は次のアピスを育てた者には数百タラントの賞金を出すことを宣言することで自らの信心深さをエジプト人に示して大衆の支持を獲得し反乱を終結に導いた。ダレーオス一世はカンビュセス二世よりもエジプトの内政に大きな関心を寄せていた。彼は エジプトの法律を成分化したと伝えられており、またスエズでビターコと航海を結ぶ音楽試作事業を完成させた。このルートは過酷な砂漠を行く陸路よりもはるかに優れていた。この工事はまたダレーオス一世がペルシアで彼の宮殿を建設するためにエジプトの熟練労働者と職人を移住させることを可能とした。これは小規模ながら、 エジプトからの頭脳流出であった。これら熟練した技能者の創出によって、この時期からエジプトの建築と芸術における品質低下が生じた。にもかかわらず、ダレーオス1世はカンビュセス2世よりも熱心なエジプトの神殿の講演者であり、エジプトにおける宗教的寛容によって高い評価を得た。紀元前497年。 ダレイオス一世がエジプトを訪問している最中、アリュアンデスは反逆者として処刑された。この反逆行為とは彼が自身のコインを鋳造しようとしたことである可能性が高い。これはエジプトがペルシア帝国から離れた存在であることを視覚的に示す試みであった。紀元前486年ダレオス一世が死に、 クセルクセス一世が即位した。クセルクセス一世の即位に際して、エジプトでは再び反乱が起こった。これはおそらくプサメティコス4世紀の下で行われたが、記録によって、細部の情報が異なる。クセルクセス一世は、迅速にこの反乱を打ちに集し、彼の兄弟であるアケメネスを総督に任命した。クセルクセス一世は、ダレエオス一世の時代に、 エジプトが持っていた特権を剥奪した。そしておそらくは、ギリシア遠征の財源を得るため課税を強化した。クセルクセス一世はさらに、伝統的なエジプトの神々を拝して、ゾロアスター教の主神アフラマズダへの崇拝を要求し、エジプトの記念碑への資金提供を永久に停止した。クセルクセス一世は、紀元前465年にアルタバノスに暗殺された。 これによって激しい宮廷闘争が生じ、アルタクセルクセス一世が即位するまで続いた。紀元前460年、リビア人の首長をイナロス二世に率いられて新たにエジプト人の反乱が発生した。この反乱は実質的にギリシアのポリス、アテナイの支援の下で行われていた。イナロス二世はアケメネスが率いる軍勢を撃破し、その過程で、 アケメネス自身も殺害した。そして、メンフィスを占領し、エジプトの大部分を支配下に置いた。イナロス2世と彼のアテナイ人の同盟者は、最終的には、メガバゾス将軍に率いられたペルシア軍によって、紀元454年に打ち破られて後退した。メガバゾスは、イナロス2世に対し、もしも降伏し、ペルシアの権威を承認するならば、 イナロス2世自身と彼の支援者は罪に問わないことを約束し、イナロス2世はこれを受け入れた。にもかかわらず結局アルタクセルクセス1世は、イナロス2世を処刑した。それがいつ、どのように行われたのかは不明である。アルタクセルクセス1世は、紀元前424年に死去した。アルタクセルクセス1世の後継者、クセルクセス2世は、 兄弟のソグディアノスに暗殺されたためわずかに45日しか統治できなかった。ソグディアノスもまた兄弟のオコスによって暗殺された。オコスはダレーオス2世として即位した。ダレーオス2世は紀元前423年から紀元前404年まで統治した。彼の治世の終盤にはアミルタヨスに引きられた反乱が発生した。この反乱は少なくても 紀元前411年には始まっていた。紀元前405年、アミルタイオスは、クレタ人傭兵の助けを得て、ペルシア人をメンフィスから追放し、翌年には、自身がエジプトの王であることを宣言した。これによって、エジプト第27王朝は終了した。ダレエオス2世の後継者、アルタクセルクセス2世は、エジプト再征服のための遠征を起としたが、 兄弟の小キュロスとの間に生じた対立のために実施は政治的に困難であり結局この努力は放棄された。アルタクセルクセス2世は紀元前401年頃まではエジプトのいくつかの地域で正当な王であるとみなされていた。しかし反乱に対する彼の鈍い対応はエジプトの独立が確固たるものになることを許した。その後の独立時代には エジプト人による三つの王朝が統治した。すなわち、第28、第29、第30王朝である。アルタクセルクセス3世は、紀元前343年に短期間エジプトを再征服した。これはエジプト第31王朝と呼ばれている。エジプト第28王朝の統治は、概ね120年間である。a ファーストエジプシャンサトラッピー。訳語は、 山花京子、古代エジプトの歴史慶応義塾大学出版会、2010年に用いられているものによった。山花京子、古代エジプトの歴史慶応義塾大学出版会、2010年 142p、およびピーター・クレートン著、吉村作次役、ファラオ歴代史創原者、原九1999年、歴史巻さん、91、伊藤義則、古代ペルシア岩波書店、 1974年、25から 26P ベヒストゥーン非文全訳による、ハットスミス、アンドリュー、パリアナス、ストラタジェムズブック7、www.attalus.org.2017 年2月25日閲覧。民間初帯年代記背面の記録によれば、ダレーオス一世は、アマシツチ末までのエジプトの法令をすべて書写し、説明するように、 エジプトの神官、学者たちに要求したとしている。彼らの書写した法令集は、デモティック体のエジプト語と、当時アケムネス朝の共通語として広く使用されていた、アラム語で書写された。ジャック・フィネガンチョ、ミカサノミア・タカヒト考古学から見た古代オリエント史1983年、第2冊、3 8 7ピダレイオス一世の、スエズ・ヒブン C がこのことを伝えている。 伊藤義則、古代ペルシア岩波書店、1974年 55p ヘロドトスの記録によれば、ダレオス一世は、青年時代、カンビューセス二世と共に、エジプトにいたことがあった、歴史巻3、139。また、ディオドロスの記録によれば、王となってからは、敬意と好意をもって、エジプト人を偶した。歴史奏書巻1、 95.4から5 h と elctricpulp.com. e ダライアス3ダリウス・アイザ・グレートエンサイクロペディア・イラニカ .www.iranicnonline.org.2017 年2月25日閲覧。クラッツデビット u ー・ l a ツデビッエンサイクロペディアオブ・イージプタラジーペルシアン・ピリオド 2017年2月25日閲覧。セシディです。History of the Peloponnesian O, https://en.wikisource.orgslashwikslashHistory of the Peloponnesian O, Book、e、1, Fauchos, Fauchos, Excerpt of Tijias Parshka. w w w l i b i m s o r g 二零一七年二月二十五日閲覧。S. ザワドスキー、ザ・セルカムスタンセス・オブ・ダリウスツー S. アクセッション・イン・ハーブリクト・エクス・オリエンテルクス四四十五から四十九ありがとうございます。